生物群系ないしバイオームは植物、動物、土壌生物の群衆の類型を束ねる大分類である。植物群系とも言う。植物の構成、葉の形式、密度その他気候などの因子に基づいて定義される。生物地理区とは異なり遺伝的、分類学的、歴史的な類似では定義されない。生物群系はしばしば生態繊維と極層によって決定される。 各生物群系の生物多様性の特徴、特に動物症の多様さと比有性植物の形式は、非生物適要因と有殖性植生の生物量生産性による。種の多様性はより高い基礎生産性、湿度、温度で増加する傾向にある。基本的な生物群系の分類には、陸上の生物群系、水中の生物群系があり、しばしば場所の名前を与えられる。 例えばテンパレートグラスランドアシュラブランドバイオームは中央アジアのステップ、南部アフリカのサバナ、草原、北アメリカのプレーリー、南アメリカのパンパ、オーストラリアの未開拓奥地、低木地が知られる。時には生物群系全体が保護の対象となり得る。ありがとうございます。